はい、チップス79です。これまた割とよく見られる最大値、最小値問題を復習しておきたいと思います。まあ、適当な関数があって、ソルバーを使うときには、こう条件を入れておいて、まあ、ここで最大値となることを求めると。まあ、ソルバーを使う方法。それから、微分して傾きが0になる x の値を求め、その x をここに代入してやると、まあ、最大値となる x の値と、これから最大値の 22.5 が分かると。ので、ソルバーを使うと答えは1個しか求まらないので、グラフで確認すると。二次方程式、ここを太いイコールにして、ソルブ X とすると、中学校で習う公式が出てくると。最小値の場合は、をミニマイズとするだけで、あくまでも、この関数の x がマイナス2の時に最小値になるよってことを教えてくれると。で、それを y の中に入れると、最小値がマイナス3ですよと。ということを教えてくれると。これもやっぱり微分を使うと、傾き0のここが答えですので、一発で分かると。ちょっと別の関数と。波動現象、コンボリューションの用を使った e のマイナス t、低い e のマイナス 2t と。これもまあ微分するとこうで、最大値、最小値というのを、それぞれ電流と電流の微分値に対して求めてやると、このピークの 0.69、という時間と 1.38 という時間が電流とその微分値に対してそれぞれ求まると。で、微分は DTD を使ってもいいし、このダッシュを使ってもいいと。ただし、ダッシュの入力はあくまでも、ここからプライム演算子として入力すると。ルート関数を使っても、微分の値が0になる t の値を0から2の範囲で求めようと。すると、まあ、ここの 0.693、ここの元になると。中にたくさん角度どうなるかということだけども、あくまでも最初にある1個だけしか求まらないです。それがついついたくさん書きたくなるんだけども、1個しか求めてくれません。そこに注意が必要です。じゃあ、こうやってたくさん、最大値が、最小値があるというような振動波形については、どうやって最大値や最小値を求めるかと。まあ、本当の最大値とか最小値は1個しかないんで、それはそれでも困りますけども、いい関数があります。まず、この連続系のデータを 0.1 秒ごとにサンプルにします。そうすると、時間と、その値という感じの二次元の配列になります。で、二次元の配列になったら、デジタルデータに対して、ローカルマックスがローカルミニマムを求めてやるとすると、最大値になる時間のここと 1.5 と 7.8 と
14と20と。で、その時の値が 0.859、これと、ここが 0.45 というふうに、デジタルデータにしてやると、局所的な最大値最小値が何個あっても求めてくれます。まあ、この後ろの1というのが、どの範囲ぐらいでという、アバウト数あたりも。で、さっきのような関数があったときに、チュートリアルの最適化関数のところを調べてみると、まあ、こんな感じで、一生懸命最大値、最小値を求めていくというパターンがあって、その場合は、本当の最大値、最小値が、求まれます。でも、それがどの辺にあるかというグラフにしたいときであったら、このデジタル化作戦を使うと、たったの一行で解けるということであります。最大電力の問題。まあ、電気カルで最大値では最大電力なんで、簡単に復習したいと思います。この回路は、電流を求めて、電力を求めて、可変負荷での電力が最大となる、傾き0になる答えを求めると、R0 というふうに分かると。ここに応答が書いてありますが、必殺技を合戦に教えておりますので、それを使うと、これとこれの大きさに等しくすればいいよってことなんで、問題出た瞬間に答えは分かります。次も電圧源は田中なんで、これとこれの大きさに等しくすればいいようなんで、L と R の並列回路の、まず目に届くと結構時間がかかるんですけども、この答えはなんと、R と L の並列回路のインピーダンスの大きさを表しております。で、3番目はこれですけども、これも R1 と R2 の並列になった回路と C が直列になっとるので、その大きさがこれと等しいというのは答えということが分かっていますが、これをちゃんと分流定、電流求めて、相手を R 求めて、真面目に求めていくと、この計算マスケルだからまあ一発で解きますけども、めっちゃ時間がかかります。でも、最初から言ったように、それは R2 つの並列回路と C の直列回路のインピーダンスの大きさが R と等しいと言ってあるということは、こういうふうにして検証できます。つまり、マスケットの中で同じ答えになることを変形してみるということであります。最後の問題は、電気学会の教科書にある一番いい問題の一つであります。この R2 される電力を最大にする R の値を求めるということで、こんな T 型の回路に R がつながっていて、分流速とか分担電圧とか、まあ、I 値上 R という電力という、しかもそれを偏微分して、傾きゼロを求めるという非常にいい問題ですけども、これも問題に出た瞬間に電圧源短絡なんで、X と X の並列回路なんで、2分の X なんで、2分の 3X の J 方向と。で、大きさに等しければいいので、J を無視して2分の 3X の答えと。ということがわかるんですが、真面目に解くと、初めてだと30分ぐらい、順番にやっていって、学生は複素数なんで、大体途中で間違えますが、まあ、マスキャドで計算させて、計算すると、確かに2分の 3x という正しい答えが出てくるので、非常にいい問題を一部で解くシリーズでありました。はい、以上です。